特集、見えない世界を見る。見ると見るの違い。見るは、無意識的、受動的な行動により、物事の表層、外見を知覚、認識すること、を指す。対して、見るは、意識的、能動的な行動により、物事の真相、内面を観察、探求すること。いずれも特別な環境、手段の有無とは無関係であり、 判別基準は主に物事に対してどのような姿勢で向き合っているかである。例えば、景勝地などを訪れた際、のんびりと風景を眺める場合は見る。現象の細部、変化などをより深く捉える場合は見るという具合だ。見える世界と見えない世界。見える世界とは多数の人々が一般的な振る舞いのもと認識している世界を指す。 対して見えない世界とは少数の人々が特殊な振る舞いのもと認識している世界を指すいずれも特別な知識能力の有無とは無関係であり判別基準は主に物事に対してどのような姿勢で向き合っているかである例えば宇宙を見上げた際星空の輝き地球の満ち欠け古典的な星座などを楽しむ場合は見える世界 星空の暗闇、地球の過去や未来、時空の裂け目の向こう側などを楽しむ場合は、見えない世界という具合だ。見えない世界を見る。見えない世界を見るためにまず必要なのは、常識として鵜呑みにしがちな世界観、価値観を自ら問い直すと同時に、当たり前の向こう側にある出来事、不可能の先にある未来へ積極的にアプローチすること、また、 困難、挫折に屈することなく、地道な努力、誠実な協力を積み重ね、わずかな手がかり、信じることしかできない可能性へ、深い愛情を注ぎ続けることが重要だ。高次元空間へ踏み出すことに、過去や未来、余剰次元である高次元空間については、実際にその場へ出向くことが未だできておらず、正確に事実を認知、 理解することが極めて難しい。しかし、高次元空間の探索には、時空の裂け目、という一縷の希望が生じた。これまで不可能と考えられてきた、異次元間の接点が現れたということは、我々がその先へ足を踏み入れることもできるということだからだ。時空の超え方、以降は、計画段階ではあるが高等無形なされ事ではなく、 長らく専門家たちが研究を進め、現実的なプランとして着実に実行されている事柄だ。具体的な内容を次に挙げる。1、高次元空間を検出し、内部を観測する機器群の開発。2、異次元間の相互変換作用を応用し、高次元空間と三次元空間との間を任意に往来する手法の確立。3、 一次元感をつなぎ合わせる時空の裂け目を任意に生成する手法の発見。四。一次元的な存在である時間を高次元的に取り扱い、過去、現在、未来を任意に往来する手法の発見。一は、ムーンガザ天文台とムーンガザ大学時空学部の共同研究として、プロトタイプの建設が着々と進んでおり、四年後の試験運用開始が予定されている。二は、 再現性に乏しく、また原子レベルにとどまりはするものの、変換、往来が可能であることは実証済みである。3及び4は、突拍子もない夢物語だと感じるかもしれないが、科学の歴史、実績を踏まえれば、むしろこれらを描画する妙案が今後実現されても、何ら不思議ではない。高次元旅行ガイド。住み慣れた地を離れ、海外や宇宙へと旅立ち、未知なる景色、 文化、概念に触れると、感動、驚嘆、覚醒を経験し、存在として一回り大きく成長するものは多い。これと同じく、時空を飛び越え、見えない世界とも言うべき高次元空間を旅し、我々は何を得るのか、楽しみである。ME14 年、5月1日、月間ムーンガザ、ME14 年、6月号。